流行はマスターオブスマートというニックネームが気に入っております。前回の試合で付けられたニックネーム、打たせずに打つボクシングを目指します。さあ選手のコールです。赤コーナー、日本スーパーライフチャンピオン、ラフ15番の渡辺ジム所属、流行鍵広。13戦して10勝 2KO1 敗2分け、お客さんを沸かせますチャンピオンの流行鍵広です。挑戦者、日本スーパーライフ級1位、13勝 8KO6 敗3分け、 KO 率は6割2分あります。やっとチャンスが巡ってきた金石、どんなボクシングを見せるんでしょうか。お互いに花束を受け取っています。この日本タイトルマッチはジャッジは3人です。レフェリーは福地雄二さんです。両者を中央に呼びます。先に流行が来ました。そして金石はまだセコンドの話を聞いている感じ。はい、両者ルールを守り、先生どうぞ戦えるんです。いいね。お互いに目を見つめ合いました。目ではどんな会話をしたんでしょうか。さあ、日本スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン流行の初防衛戦です。試合開始のゴングが鳴りました。まずはお互いどういう出方をするのか。ご覧のように流行はサウスポースタイルです。本来右利きなんですが、構えはサウスポースタイル、赤と黒のトランクス、そして黒のトランクス、先に左から右を持っていきました。チャレンジャーの金石です。まあ、沼さん、はい、金石としてはある程度こうプレッシャーをかけていきたいとは思うんですかね、序盤から。まあ、そうですね、流行左です。挑戦者だし、自分からやはりその攻撃してですね、やはりそのチャンスを掴んでいかなきゃいけないと思います、ね。はい、ただその顔の表情を見ますとですね、その打たれても意外とその前に出てくるようなその頑張るようなものがあるんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、まあ、スタイルを聞きますとボクサーファイターですという答えは返ってきましたが、気持ちの面では熱くなりすぎてという部分がよくあるんですと話してましたんで、ファイターというところもあるかもしれません。まあ、負けて嫌いなようなね、はい、感じがしますね。あと、左から右、そう、今のはダウンですか、スリップですね。ちょっとパンチ当たってましたね、今ね。右のですね、フック気味なんですけどもね。レフェリーはスリップに取りましたね。ちょうどね、レフェリーから死角の、はい、の場所でしたからね。流行は左をいきなり当てています。大橋さん、ここまでの流行どうですか。最初挑戦者がね、積極的に攻めてたんですけども、はい、あの龍谷君冷静に見て、はい、多分左ストレート、ダウンダウンです。ダウンです ね、 ですね、はい、左ですね。はい、先ほどのスリップもね、この同じパンチが当たったと思いますね。はい、そうですね。はい、ただ先ほどはレフェリーがスリップに取りました。まあ、ちょっとバランスを崩したところもありましたが、今度はダウンです。さあ、また左ストレート、第1ラウンドからダウンを取りました龍谷。大橋さん、はい、この第1ラウンドからもうどんどん行っていいんでしょうかね、流行は。そうですね、今チャンスですよね。はい、さあ、この第1ラウンドにもうチャンスを迎えました。まあ、この辺でこの、ね、勝負をつけられるか、はい、この辺がそのアピールですね。右です、右、いいバンバイですから。とっとっと、今度は流行がバランスを崩しました。まあ、ただですね、まあ、あの流行のパンチですね、はい、金石おそらく見えないと思いますよね。どうしてですか。あのスピードがあって速くてですね、はい、これほどですね、はい、スピードのある選手はやったことないと思いますけど、うん、ただあの打たれても前に出てきますね。はい、金石は打たれても前に出てきます。流行としてはですね、はい、いわゆるまっすぐ下がらないで、はい、いわゆるその角度変えなきゃいけないですよ。はい、でも大橋さん、流行の左ストレートはかなりこう力を込めて打ってるって感じですね。そうですね、スピードパワー十分なパンチでしたね。はい、しかしそのダウンを取った後に、はい、ちょっといいパンチをね、うん、あの3発ぐらいもらってるんで、少しねちょっとその油断をしちゃちょっといけないですね。うん、まあ、前回のチャンピオンになった試合も結局打ち合いの末勝ったということで、そのあたりが印象にあるのか。おっと、また右の打ち合いだ。さあ、しかし流行の方が打ち勝っている。ちょっと聞いたか、お互いに同士が第1ラウンドからぶつかり合っているという感じの試合になりました。さあ、流行の右です。
最初からこれほど打ち合うとは思いませんでしたが、すごい試合になりました。チャンピオンの流行が打ち合いを挑んだという感じです。ちょっと予想とは違う始まりになりました。第1ラウンド終了です。チャンピオンの流行が第1ラウンドからダウンを奪いました。素晴らしい右のストレート、いきなりの右、まあ、右、ごめんなさい、左ストレート、右を出してからの左ダウンを奪いました。まあ、流行はですね、試合前はとにかくベルトを守りたいというのが一番ですと、そういった意味でも流行のこのアウトボクシングに徹すればある程度勝ちが見えてくる、しかしアピールしたいところもありますと、この辺の葛藤があるという話もしてたんですが、何かこう1ラウンドから倒しにいってるぞという感じがするんですがね。あのですね、この金石という選手ですけどね、はい、もう1ラウンドからもうあのチャンスがあるは倒しにかけてるわけですよ、はい、おそらくその2ラウンド、はい、3点まで行こうという気持ちないですから、はい、金石の方ですね、それを受けて立ったという感じですね、さあ打ち合いだ、リュウコ当たっている、当たっている、右と左のパンチ当たっている、もうノーガードの打ち合いですね。そうですね、ただ大橋さん、はい、流行は足を使えばもう少し楽にという感じもするんですがね、逆回路、見寄ってきた金石、相手がこれだけ前に出てくるともう逃げ道はないですから、ないですか、まあ、相手をしっかり見てやはりその攻撃してやはりその流れでやはりチャンス取っていくのが理想だと思いますかね、流行は、これは本来のね、流行君のスタイルじゃないような気がします。そうですね、右です、流行右服、しかし金石の左も入っています。ちょっと一緒になって大振りになってね、打ち合う必要ないんで、そうですね、もう少しね、早いストレートですね、はい、このパンチをどんどん打っていけばいいと思いますね。特にあの第1ラウンドにダウンを奪ってしまったということがその後切れましたね、頭の中が、ね、はい、金石の左の頭の中のところがですね、頭の中といいますか髪のところがですね、切れてしまいまして頭がぶつかりましたね、ゴツンとね。まあそうですね、大熊さん、はい、赤コーナーの渡辺会長もね、調子自体はいいけども、はい、あまり打ち合わないでほしいなという話をしてましたね。そうね、まあ、強気のね、ボクシングをしてもらいたくないってことでしょうね、まあ、セコンド勝手したらその見ててもハラハラしますよね。いや、ドキドキ、はい、流行それほど打たれ強いという方ではありませんもんね。大橋さん、この頭のこの傷なんですが、かなり血が一気に流れてきましたね。そうですね、その今チェックの時間が長いんで、はい、もしかしたらちょっとね、深い傷なのかもしれませんね。うん、そうですね、あ、バッティングということですね、頭が当たりました。金石の左の頭部が切れまして血が流れてきました。早い回のバッティングということです。こうなると金石としては本当にもう倒してやろうという気持ちがさらに強くなるんじゃないかという気がしますが、まあそうですね、もう金石はもう1段階勝負かけてますからね、はい、さあ左ちょっと空を切りました。そこを流行が右でうまく回った左ストレート、あっ、しかし金石の右が伸びてくる、あ、今度は流行のバッティングですね、すごい切りましたね、切れましたね、一気に血が吹き出てきました。大熊さん、はい、金石の方の傷なんですが、左の側頭部3センチで深さ5ミリでまだ心配ないという話でした。で、会長はですね、はい、まだ第1ラウンドのダウンの影響は全く出てないと、そう話しています。はい、それはいいですが、流行の方が今度はこれ、まあ、心配になってきたんですね。心配ですね、一気に本当に血が吹き出してきました。ちょっと放送席から後ろ姿だったんで、切れた瞬間は分からなかったんですが、こちらに振り返った瞬間にはもう血だらけという状態でしたから、あ、まだ流れてますね、これ、止まらないですかね、まあ、お互いに真っ向からガチンコになっちゃったんですからね、あれかなりひどいですね。第2ラウンドの偶然のバッティングということで、これはちょっと深そうですね、深そうですね、はい、ダメですね、今の瞬間ですかね、もうね、ガチンコですよね、レフェリー流行もがっくりではありますが、第2ラウンド偶然のバッティングということで、これはドローということになりましたね。偶然のバッティングによりまして、挑戦者の金石選手、またチャンピオンの流行選手、お互いに傷ができました。ところが流行選手の目の上の傷が非常に大きく、まだ止まりません、これ以上試合続行は不可能でございます。試合の展開によりまして、相当深い傷ですね、ですね、タイトルマッチは引き分け防衛でございます。はい、今放送がありました通りにドローということでございまして、流行はまだやりたかったという感じ、金石ももちろんそうでしょうけれども、まあ、お互いにね、決着がつけたいと思ったんですけどね、第2ラウンドの偶然のバッティングということで、ドローということです。チャンピオンの流行がドロー防衛ということになりました。
まあしかしお互いにちょっと残念な結果ということになりましたが、これだけひどい血が流れてはしょうがないという気もしますがね。まあただですね、まあ両者見て本当にその持ち味をね出してくれた、逆にその内容のある試合だったんですよね。はい、まあその分残念だったんですけどもね、これはもうやむを得ないです。でも大橋さん、はい、今日の龍光、まあ、前回もそうなんですが、相手がもう来たら自分も受けて立つと、そうですね、いうのを見せてくれましたね。まあ、今日の試合で、まあ、はっきりね龍光が変わりましたよね。もう素晴らしいパンチも切れ、重さどれをとってもいいパンチを打ちましたし、まあ、あの打ち合いに来ても真っ向から打ち合いますし、うん、あのまあ、結果こうなりましたけど、はい、今日存分に、ね、アピールした試合だと思いますね。まあ、この後こう打ち合いが続いていたらどうだったかは分かりませんけれども、かなり龍光のいいパンチも入っていました。一方の金石も本当にもう後がないぞという感じで打ち込んできまして、そのパンチが入ったらもしやという部分もあったんですが、先に金石の方が頭の部分を切ってしまいまして、その後龍光がですね、目の上あたりでしょうかね、まだ血が流れてきているんですが、本当にざっくりと切ってしまったという感じでございます。第2ラウンド偶然のバッティングでドローということで両者の手が挙げられておりますが、結局チャンピオン龍光のドロー防衛ということになりました。しかし第1ラウンド、そして第2ラウンドのここまでも本当に見応えのある素晴らしい打ち合いでしたね。正式ドロータイムは2ラウンドの1分52秒ということでした。まあチャンピオン龍光としては防衛に成功ですが、どうなんでしょうか。今情報が入りましたが、龍光の傷なんですけども動脈まで達しているということですね。かなりね、かかったんですよね。そうですね、龍光、まあ、この表情ではありますが、とりあえず最初の初防衛を、まあ、ドローではありますが防衛したということです。この後もう一回振り返りたいと思います。今日の日本スーパーフライ級タイトルマッチ2ラウンドドローということで、チャンピオンの龍光が防衛に成功したわけでございますが、龍光が第1ラウンドにダウンを奪いました。そして第2ラウンド両者が結局バッティングで傷を負って、龍光の傷が深いということで、まあ、ドローになりましたけども、本当に振り返ります、沼さん、本当にいい打ち合いと言いますか、まあそうですね、素晴らしい打ち合いでした。本当にですね、こう見てましても、その金石にしても龍光にしても1ラウンドからその激しい打ち合いですね、もう紙一重 だったと思いますよね。ただその龍光の方がですね、やはりそのスピードに勝るね、パンチを持ってたですから、その差だっただけだと思いますよね。はい、でも大橋さん、本当にこの龍光の気持ちの部分が以前と全然違うぞという感じがね、もうそうですね、したんですけども、本当に別にと言ってもね、いいぐらいな変わるようですよね。まあ、前回のやはり、タイトル決定戦でハードパンチャーの松倉を破ったというのが自信になっているのかなというのも感じますね、これね、あの試合の続きを見ているようなね、本当にいい出来でしたね、今日はね。もう完全にアマチュアっぽさがあるなんて言わせないといった感じの第1ラウンドからの打ち合いでした。第1ラウンド、とりあえず龍光がダウンを奪って、まあ、金石もそれほどダメージがなかったのか、第2ラウンドも素晴らしい打ち合いになったという展開なんですが、さあこれは第1ラウンド、龍光が見事な左ストレートでダウンを奪ったところです。もう一回ご覧いただきましょう。このパンチもいい形で入りました。入ったですね、金石がその正面からその向かったところですね、そうですね、本当にお互いの気持ちがぶつかり合ってもうちょっと見たいというところはありましたけれども、龍光がドロー防衛ということでございました。